はい、というわけで、タイタンホールトレーニングモードかな。これはちょっと文字がちょっと半分切れてんのは、本当的な何かをインストールすると治るようなので、今は気にせずやってみましょう。R で、訓練シミュレーターを開始。 R ハモンドパイロットシミュレーターへようこそ。はい、警告、あ、未登録のユーザーを検知。もう乗ってたんだ。トレーニングポットの使用を許可。ようこそパイロット。 AR 画面を調節するにはここの赤いライトを見てください。お、あ、こういうことね。垂直視点移動を反転させますか。いいえ。視点操作の設定完了。はい、シミュレーター初期化中。おお、なんだなんだ、眩しい。あ、始まんのかな。あ、始まった。シミュレーション中は自由に動けます。すげえ。トンネルを歩いて通り抜けてください。はーい。あ、なになに、ええ、あ、触っちゃ、あ、これに当たっちゃいけないのか。なんだよ。トンネル内をダッシュしてください。おお、おお、閉まる。遅刻遅刻。ジャンプで越えてください。おお、ダッシュ中にジャンプすると遠くへ飛べます。おお、あぶねえ、あぶねえ。これは端に向かってジャンプして体を引き上げましょう。おお、すげえ、ジャンプ力高い。お見事です。やった、全クリ。ウォールラン、壁を走るのかな。その名の通り、パイロットの最重要装備ジャンプキットを使えば壁を走ることが可能となります。裂け目をウォールランで越えて進んでください。いくよ。ちょ、これ上向けってことかな。あれ違う。ジャンプしてからの、おお、マジか、やべえこのゲーム。おお、やばい。連続で使用して遠くまで移動しましょう。あ、連続もできるの。状態から他の壁に飛び移ってみましょう。おお、マジか。え、超楽しいんだけど。お、マジかよ、これやばいね。こんな楽しい訓練をね、今までやったことないかもしんない。やばいね、これは。ダッシュ、ジャンプ、壁走りを駆使して出口に向かいましょう。あ、なんか今度ステージがちょっとさっきと全然違うね。左、右かな。やばい、これ超楽しい。あ、ちょ、お、え、なんか乗った。曲がってる壁はどうなんだろう。あ、マジか、いけちゃう。あ、やばい。全飛ばしだ、全飛ばし。完了要件を達成しました。やばい、楽しすぎる。なんだこれ、何これ、やばいな。いや、聞いてはいたけどさ、ジャンプキットを使うと、楽しすぎるよ。ジャンプ能力が上がります。一度ジャンプした後にもう一度ジャンプすることができます。二段ジャンプ、ほい、ほんとだ。二度目のジャンプを遅らせて行うと、さらに遠くに飛ぶことができます。うわ、やばいやばい。ダブルジャンプで上にある穴に入って先へ進んでください。いや、もう言われる前からやっちゃう。フリーフォームダブルジャンプ、やべえな。まだゲーム始まってないと言っても過言ではないのに楽しい。壁走りと二段ジャンプを活用して出口に向かいましょう。オッケーオッケー。戦車だ。あ、猫が。素晴らしい操縦能力です、パイロット。楽しい。楽しい。クローク。猫が。クローキング。相手から姿がほとんど見えなくなります。パイロットには不可欠です。セントリーをやり過ごすために、クロークしてからエリアを素早く通り抜けてください。透明になった。Hey, hey, you! 成功。クロークには有効時間があります。画面左下のクロークメーターをよく見て、残りのクローク時間に注意してください。本当だ。楽しい。何これ。びっくりした。本当。敵と密着している状態で接近攻撃をすると、音もなく敵を倒せます。接近攻撃。目標に接近攻撃しましょう。
か。おお。敵の背後から近接攻撃を仕掛けると一撃で倒せます。正面からの近接攻撃の方が素早く行えますが、死の危険も伴います。続けるには武器を構えてください。武器を変更。弾薬が入っていません。マガジンを交換しましょう。リロード。あ、違う、間違えた。スマートピストル、敵を自動でロックオンしてくれます。え、何それ。目標にある程度まで近づくとスマートピストルが自動でロックオンを開始します。完全にロックオンしてから引き金を引きましょう。スマートピストルで目標を無力化してください。あ、すごい、釣りみたい。釣れた釣れた。じゃあこのくらいの角度では当たんのこれ。ターゲット、マジか。スマートピストルは複数の目標を同時にロックオンできます。え、そう、同時に。スマートピストルで目標を全て排除してください。マジか、これいけん。ターゲット無力化。すげえ。パイロットをはじめとする一部の敵を引き金一つで倒すには多重ロックオンが不可欠です。スマートピストルで始末してください。何あれ、なんで3つもついてんだろうこれ。ターゲットダウン。へー、やばいね。タイタンホールまだ始まってないというか、訓練モードでこの面白さやばいね。ライフルに切り替え。ライフル、おお。武器のサイトから狙えば命中率を上げることができます。範囲内にある目標を全て破壊しましょう。おお、すげえ。リロードもかっこいい。ターゲット無力化。次はグレネードか。全ての窓にグレネードを投げてください。やば。入った。意外とまっすぐ飛んでくね。戦闘シナリオの初期化完了。このエリア内の敵を全て排除してください。そう、急に。 AR ディスプレイの左上にミニマップが表示されます。来た来た、敵来た。ミニマップの小さな点を参考にして敵を全て見つけましょう。え、これこれ強すぎない？おうおうおう、そっか、飛べんのか俺。全然倒せない。あそこにいる？当たんない。当たった。あれ、なんか3番に、え、これ何？これ何、サイドワインダー、何これ。おお。実弾訓練中のダメージを最低限に抑えました。 お見事です。楽しい。なんか来た。うおお。対タイタン武器でタイタンを倒しましょう。これ今使ってんのが対タイタン、対タイタン、対タイタンってすごい面白いの。やば、歩いてきてる、歩いてきてる。入った。どこ行った？行った。わお！あ、やばいやばいやばい。現象においては死亡シミュレーションは無効化されています。よかった。パイロットの視界画面が赤色になったら、瀕死状態を表します。短時間ダメージを受けなければ、体力は安定化します。なんかタイタン。画面の赤色が消えたら、完全回復したことになります。タイタンどうしたんだろう。おお、動き始めた、急に。突然。弱点か、あの赤いの。死ぬ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 。おお。あ、壊れてきてる。グレネード。
おお。専用兵器を使ったとしてもタイタンは簡単には倒せません。すげえ。パイロットは戦闘に参加することで新たなタイタンドロップの権利を獲得できます。タイタンが完成したら戦場にタイタンを投入することができます。次に進むためにタイタンフォールを実行してください。タイタン呼ぶよ。タイタンどっから来るの？上？タイタンフォール！タイタンが投入されたら上空に注意しましょう。来た！うおー！タイタンに近づいて乗り込んでください。Eボタンで乗れる。うおー！ぬるっと入った。タイタンはパイロットの体の一部のようなものです。すげえ！タイタンのメイン武器はパイロットの武器と同じように簡単に扱えます。ドロップポットの敵を倒しましょう。やべえ。来た。X 一方的なんだけど。これ、あ、潰すこともできるんだこれ。待て待て。楽しい。あれ、これ飛んでいく時間が違う。弾が着弾速度が違う。ロックオンする、ロックオンっていうか覗くと違う。何これ、ゆっくりになる。楽しい。やべえ久々にやべえ。タイタンは横方向にダッシュできるため進行方向を素早く変えられます。右にダッシュ。コックピットディスプレイのクロスヘアの下にはダッシュメーターが表示されています。青いボックス一つにつき1ダッシュできます。本当だ。後方へダッシュ。後方。前へダッシュ。前へダッシュ。上出来です。お、褒められた。出口に移動してください。戦闘中にタイタンは危険を回避するためダッシュできます。ロケットを避けながら通路を駆け抜けましょう。なるほど。これ避けられん。うわあ！うわい！怖っ。ないない。遠距離攻撃対策としてタイタンにボーテックスシールドを装備できます。この装備があると敵が発射する弾を一定時間吸収して再利用することができます。再利用？え、今ので、あ、こう、お、長押しか。マジか、弾丸が溜まってる。素晴らしい。うお。あ、潰れた。え、未来すぎてもうすごいね。経験を積んだパイロットは戦場でもタイタンから離れることがあります。続けるにはタイタンから降りてください。あ、降りたくねえ。コントロールルームに行ってタイタンのために門を開けましょう。かっこいい。ちょっと門を開けてくるね。これか。あ、ずっと押しとかないといけないのか。すげえナイフだな。万能。パイロットは徒歩でいる間自分のタイタンの AI をコントロールできます。自分の後をついてくるか現在地を防衛するように設定できます。本当だ。パイロットハードの右下にはタイタンの現在の AI モードが表示されます。フォローモードにすればタイタンが門を通ってあなたについてきます。フォローモード起動。おお。フォローモードにしているとタイタンはあなたに近づいてこようとします。あ、掴んで乗せてくれた。進むにはタイタンを出口に向かわせてください。よいしょよいしょ。すげえ楽しいなこれやばいね、始まってないのにタイタンは戦闘にサブ武器を持ち込むことができます。この武器はメイン武器が使用不能になっても使えます。サブ武器を利用すればタイタンの戦闘効率が上がります。あなたのタイタンにはロケットサルボを装備。ロケットサルボを撃ってみましょう。ロケットサルゴ？
サルボ、ロケットサルボ発射。サブ武器を活用し、戦闘時の火力を最大限に引き出しましょう。最終テストを開始します。これまでに身につけてきた能力をすべて活用しましょう。オッケー。敵タイタンのシールドが一時的に無効化。来いや。来た。ふう。当たんなかった。うわあ。オンレやろ。ウェーブクリア。おお。次のウェーブに備えてください。まだ来るの？次はどっから来る？次のウェーブ接近中。警報。以後より高度な武装を装備した敵タイタンが出現します。マジか。わーおーやべえ、めっちゃ面白い。遠回りしてきた。うわお、パンチで倒した。次のウェーブに備えてください。まだ来る。次はどっから？次のウェーブ接近中。これ拾えないのかな？敵タイタンのシールドが起動しました。注意してください。シールドが起動した。本気モード。やばい、3体もいる。え、シールドってそういうこと？タイタン各機には攻撃をそらせるシールドを搭載。シールドバーは波動上部中央の体力バーの上に表示されます。上のか。短時間ダメージを受けなければシールドはリチャージします。一流パイロットになるには戦闘中タイタンのシールドに注意し、必要に応じリチャージさせることが肝要です。あ、殴られちゃった。熟練兵はこの状態のことを脱出状態と呼びます。脱出した。状態となったタイタンは最終的に自爆します。緊急脱出した場合は高所から次の行動を計画できます。脱出した。素晴らしいです。パイロット戦闘検定を完了しました。あ、終わった。終わり？ついに訓練終わり？安全のためポット内で平衡感覚を回復させてください。あ、終わった。5分後にホライゾンステーションに到着する。パイロット諸君、ここが君たちの目的地だ。10分以内に装備を整えて下船せよ。ウロンティアにようこそ。はい、ありがとうございます。うわ、始まった、始まった。超面白いんですけど超面白いんですけど、あ、終わったんだこれで。本当に動画が投稿されたことをいち早く知りたい方はチャンネル登録がおすすめ。ここをクリックしてくれ。スマートフォンの方は画面下にあるチャンネル登録ボタンか概要内にある URL をクリックだ。クリックパンチ、クリックキック、クリックビーム。この動画シリーズの続きを見たい方はここをクリックしてくれ。よろしくね。